1934年、長野県諏訪郡下諏訪町に生まれました。岡谷工業高校を卒業されて、化学会社勤務を経て、労働者教育協会学習の友社勤務員で、財団法人平和と労働会館専務理事、平和と労働センター全労連会館建設委員会事務局長、公益財団法人 全労連会館常務理事、副理事長を経て現在労働者教育協会理事、伊藤千代子の会括弧在京事務局、治安維持法犠牲者国家賠償要求同盟顧問、東京山線会山本千治の会の副会長を現在されておられます。生まれ34年、私よりもちょうどね10歳年上なんで、これは先生に負けておられないと。これからやっぱりふんどし中直してね、先生にね信じて頑張ろうという具合に思った次第ですが、先生よろしくお願いいたします。ちょっと待って、じゃあ一言挨拶。はい、じゃあマスク外して。どうも皆さんお忙しい中マスクにありがとうございます。いやいや、各所の方は秋、いつもは秋の収穫祭っていうのをやってたんですけど、今年は秋の企画っていうことで、林さんと橋本さんの、フレッシュな秋の企画ということで、映画上映会を企画しました。ぜひですね、この映画は、私はもう一度見たんですけど、何度見てもいい映画と思うので、すごく楽しみにしております。今度の C さんの記念講演会でも、戦前の4人の女性の中の1人中心に、そうですね、これは24歳にして、叩きして、命を殺すと、そこまで、天皇制に反対し、平和を守る、そういう立場で、一心に命がけで、命をかけて戦ってきて、今、それが日本国憲法に役割と生きてきていると。そういうわけで、この映画は本当に多くの人に感動を与えるし、勇気を与える映画だと思います。ぜひ一人でも多くの方に声を出て一緒に見ましょうと、今日は監督の上のギターの方に来ていただいて本当にご意見をありがとうございました。そういうわけでよろしくお願いしていきます。簡単ですが、皆さんこんにちは。ご紹介いただいた、藤田です。藤田はかみさんの方のせいで、小口というのが生まれた時からの名前です。で、長野県の諏訪には小口という小さい靴と書いたのが非常に一族がおりまして、それは余計な話ですけれども、18歳高校を卒業するまで、諏訪におりました。しかし当時は伊藤千代子という名前を全く知りませんでした。ですから皆さんが初めて聞く名前だなとか、あるいはああそういう人もいましたねということがあっても、もうこれはやむを得ないほどの知名度の低さですね。15日に C さんが講演をされた時に、宣伝の黎明期の早々期の党活動の中で、24、5歳という若さで、命を賭して、日本の革命運動に献身した4人の名前を挙げました。飯島紀美、高島真人、田中さん、そして伊藤千代。この中で一番研究や知名度の低かったのが伊藤千代子さんです。どうしてだったんでしょうか。それはこの4人の中で一番最初に入党されたのが伊藤千代子です。
ね。ですが治安維持法の弾圧の中で、さまざまな資料も彼女の生涯を抹殺してしまうような出来事があり忘れ去られていきました。クラスメートの中では千代子さんは影の人というように言ってました。これは私どもが80年代の後半から調査に入った、つまりもう戦後も45年も経って初めて伊藤千代子に光が当たっていくわけですので、もう資料もさまざまな実績も失われていくわけですけれども、そういう中でクラスメートは影の人と言ってました。目立たない、本当にいるかいないかわからないような、そういうですね、女の子だったというふうに言われていました。同時に諏訪の民勢力の中では千代子さんは生意気な女で古い人だ女という評価でした。ですから長い間もう千代子のことを忘れられて、いました。私どもが千代子の名前を知ったのは70年の3月15日に山岸一生が信濃路というこの小編ルポを赤旗に発表したときに、千代子が平林太鼓の同級生でいたということを名前を知って、そんな人いたかいだという状況ですから、ましてや皆さんを存じ上げなかったに違いないというように思います。そして彼女が先ほど言ったような状況の中で自分の遺品を残すことなく死んでいかざるを得なかったという状況の中で、自分の母と父と死離別してしまう、もちろん兄弟もいない、そして、療養所で入った伊藤家も没落して亡くなってしまうという中で、全ての千代子の痕跡が消されていくような状態になっていました。80年代に私どもが遺族にお会いしに行った時に、仏壇の奥深くから示されたのがこの写真一枚です。これとお位牌だけだと、他には何もありません、書き付けもありません、こういう状態でした。ですからこの4人の中で一番この研究があるいは検証が遅れたのが千代子さんだったというふうに思います。しかし中央委員会の中に苦しんだ女、あるいは長野県委員会は84年に出した検討誌では千代子は意思した首吊り自殺したというように一行だけ冷たく書かれているような状態の中でですね、彼女の復権を目指す研究が始まって、そして次第に千代子の24歳と2ヶ月の生涯が明らかになってきたんです。そして1992年の3月5日に宮本当時議長が地方委員会総会で伊藤千代子などの名前を挙げてですね、そして彼女をしっかりと支えて、彼女の支えになっただけじゃなくて彼女にずっと光を当て続けていたのが土屋文明であったということをお話をされて、そしてこの三種を紹介をしました。乙女のただ素直にて生きにしを捕らえられ獄に死にき一度せがほどに、捕らえられ獄に死にき5年がほどに。2番目には心を出しつつ倒れし乙女よ、新たしき光の中に落ちて思わん、新しき光の中に落ちて思わん、高きをただ目指す乙女らここに見れば、伊藤千代子がことぞ悲しき、このように歌っております。もちろん文明はこの歌を歌った時に自分が置かれている状況を知っていましたから、直接的に伊藤千代子がことというようには言っておりませんでした。この前に3つ歌があって、そして、某日某学園時点という歌を1935年昭和10年の11月号の荒らぎに公表したんです。つまり若干目くらましをかけてですね、どこで読んだかも何日にいつ読んだかも明らかにしないでですね、三首を並べて、その後に突然この千代子を歌い出すわけですね。そして
まさに文明は志と倒れし乙女よとこのように言って、それは自分にも言い聞かしたし、同時に世の中の皆さん、伊藤千代子を忘れないでほしい。伊藤千代子の志たものをしっかりと新しい光の中に置こうではないかという呼びかけをしました。先ほど35年10月というように言いました。昭和10年ですよ。つまりもう31年9月18日には満州事変を起こして、日本がですね、満州中国へですね、領土を拡大して、そして中国全土に先端を開いていく、この時期にあえて文明はこの歌を歌った。意味深長ですね。同時にこの時期にちょうど一昨日の C さんの話にもあるように、日本共産党の中央委員会が機能を失ってしまうようなこの時期です。こういうこと、同時にね、私どもはもっとうがった言い方をしています。それは佐野や鍋山というように、日本共産党の中央部が転向していってしまうというですね、こういうこの中で、その走りになる初期の共産党の水野茂という事務局長、たったりはありけど今の小池さんに当たるようなのがひっくり返り、その同僚の千代子の夫の浅野明がひっくり返ってしまう、こういう時期の中でですね、千代子を忘れないでほしいと、千代子の心を出したものを光を当て続けようということを打った。でそこまでは彼はね、お上に向かって物を言おう、彼女を奪った権力に対して抗議をしようという気持ちがあったと。でそれは一時的なものだというように捉えた、この荒波の人たちもいましたけれども、しかし私どもは文明は生涯この立場を貫いていった。もちろん時流の中では戦争協力もあったし、さまざまなことあったけれどもですね、この一点だけはですね、譲らなかった、このように思っています。ですから私の原作は伊藤千代子の生涯に入る前にまず文明から入ったんです。これはね、実は高崎に文明の記念館があってですね、そこを訪ねると最近ではこの中央委員会にある文明の直筆の書が飾られていますけれども、必ずしも私どもの見解に一致しているわけではありません。千代子さんたちは急進派であったと、文明さんは、ゆっくりとした改革派であったということを言っています。しかしゆっくりとしていても、文明が千代子の志をですね、戦後も受け継いで、そして最晩年101歳で亡くなるまでの間にですね、最後まで総選挙やさまざまな運動の中で赤旗に必ず登場してですね、日本共産党を頑張れというメッセージを残したということの中にですね、私どもは文明の中にこの時宿ったこの思いがですね、ずっと続いてたというように見ています。ですからある意味では伊藤千代子の生涯を通じて文明の再評価を行っているということが言えるんじゃないかというように思います。さて千代子が志したもの、これはもう皆さん C さんの演説やその他で聞いておられますので、今日皆さんのお手元に千代子がですね、捕まった時に思想検事に向かってですね、述べている尋問調書があります。これは長いことあるかなんかわからなかったんですけれども、ついにたるその裁判長の手元にある資料がですね、中央委員会の努力によって、手に入り、そしてここに活字になって皆さんにお渡しをしてございます。ございませんかね。なければ後ろの方にちょっとまだ資料あると思いますので見てください。ここで彼女はですね、もう入党前から日本の革命運動についての一定の知識を持ってですね、そしてここに述べているこの中身、後でお読みいただきたいと思いますが、まさに27年程度の中身をですね、スラ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 と述べてるんですね。でこれは僕は官憲の方のですね、作文かなと思ったんですけれども、実際に筆記した中身を見るとですね、まさに彼女はですね、これをそらんじていてですね、思想検事に向かって堂々と、我が国における
全体的な権力を持っている天皇制をやめて、そして新しい社会を作っていく私たちの要求はこうだということ、この中身は27年経済ですね。で、 C さんも強調されました。当初雑多な共産主義グループのによって生まれた共産党だったけれども、27年、渡辺正之助や市川昭一らの努力によって、初めて我が国のこの支配権力の正確な分析ができた。その上で革命の戦略を決めていくことが出された綱領的文書であるということ、同時に先般の C さんの講演で特徴だったのは、渡辺正之助や市川昭一たちが打ち出した方針は、この綱領的文書を実践するために党建設が遅れていると。特に我が国が男性社会であって女性が無権利、つまり学校の世界で言えば女は3階に家出し、3階建ての家の話じゃないよね、つまり前世にも現世にも来世にも住む場所がないというのが戦前の女性の置かれた立場ですよ。この中にあって市川昭一や渡辺正之助たちは労働者や農民の中にしっかりとした党を作ると同時に、一番遅れている女性たちの中に組織を作らなきゃだった、党員を迎えなきゃいけないという方針を立てるんですね。そうして初めて日本に共産党に女性が登場してくるんです。それまではね、残念なことに男性野郎ばっかりの党だったんですよ。そこにね、だからある意味では我が国の革命の伝統の中に初めてジェンダーが登場してくる、こういう事態になったわけです。そして当時数十人の女性が党に入りました。みんな一言党員ですね、遅かれ早かれ。ですから今上がっている4人の中では千代子さんが一番早いんです。そしてしかも社会科学の勉強をして、関係社会主義の理論を自分で身につけて、そしてそれを実践するために活動を始める。特に今から95年前の1928年の2月20日の第1回総選挙、この時に滝地は、で、お話にもあった東口ちゃんこを書きながらですね、自分も政治戦に参加してきます。ところがその時に労働党という党名で選挙を戦いました。なぜでしょうか。共産党どうしてたんですか。非合法です。非合法で党を名乗れなかったんですよ。だから党として選挙できなかった。でもね、その時にみんな頭抱えちゃったか、今日のような困難の中で頭抱えている人も若干いるけれどもですね、頭抱えなかった。ならば労働農民党という党を作って合同してですね、戦いを進める。その渦中に滝地も千代子も初めて政治的な実践を始めるわけです。そして40人を全国で立てます。その中の11人が共産党員だった。そして滝地たちが待っている小樽では、山本健三というこの労働者出身の活動家を東京から送り出すことになってたんだけれども、病気とこれがなかった、ね、そしてその共産党から労働党に派遣されていた千代子の夫の浅野明は頭を抱えた。その時に千代子さんに学費が届くんですね。で、彼女は、お父さん、お母さんが早く亡くなり2歳半、お父さんは競技離縁をして去ってしまう。こういう中で、お母さんの実家である岩波家から見当つきますよね。諏訪で言えば岩波書店を作ったあの岩波茂雄の一党ですよ。つまり中産階級で知識階級で、今でも合同の墓を一つ持つぐらいの力を持っているグループですね。資産家だった。だから千代子は、このここに書いてあるかな、月にね40円、だから今から言えばね、おそらく40万ぐらいの資金ができる。そういう点では恵まれていたんですよ。彼女は飯島金とは全く違う生涯を過ごすことになりました。そして資金困難を頭抱えてた浅野明がそれを見てですね、おい俺をこれにくれないかと言ってですね、千代子抱えます。そしてこの学位によって山本健三を
小樽札幌地区に送り出す隊員を果たせることができるなということで、涙を流しながらそれを拒出していきます。でこのことをめぐってはですね、千代子はその授業料ぶん殴られたと、共産党ってひどいことするんだなというように一部言われていた時期があります。しかし私はその後の千代子の活動や千代子がそこから立ち直ってですね、労働党の選挙に全力を挙げて、この自分の身を投入させていったという事実の中にですね、彼女がいやいやこれを出したんじゃなくてですね、積極的に拒出をしたという立場に立つようにこの原作の中では到達をしています。でこの立場は中央委員会の中にも多分届いている中身だろうと、このように思っているわけです。そして選挙戦を戦います。2月20日労働党から京都で山瀬と水谷長三郎が当選してくる。そして19万票を取る。全国の無産政党7つの中で40万票の中の過半数を取っていくような力を得る。この時に共産党は労働党から候補を立てるわけだから、ね、自分のところでは共産党員の候補がいなくてもそれを応援する。同時に労働党の人たちは自分のところに労働党の候補がなっても共産党の候補者であってもそれを応援して戦うという、こういう、言ってみれば現象的な今日のこの共同の戦いが前進していたということが言えると思います。そしてその途中で千代子は2月の20日の選挙の後、29日に事務局長の浅野美津子修行に呼ばれて、あなた共産党に入りません。その時に千代子はもうこのような立場に立っていましたから、光栄ですと言ってですね、入党していきます。ところが中央委員会といってもね、林さんが今勤めているようなあんなでかいものじゃない、民家に、つまり、水野茂雄の自宅が中央委員会なんですね。でそこにこう通ってはですね、仕事をします。29日に入党して、そして翌日から全労連会館の40メートル先にのところに千代子のアジトがあってですね、そこが彼女の仕事場所です。そして街路を切ったり重要文書を整理して重要幹部に届ける、ね、いろんな職局の活動が始まっていきます。そして迎えた3月15日、前日から徹夜で街路切りをしてですね、その原始原稿を持ってですね、滝野川のつまり、飛鳥山のちょっと向かうところに党の秘密院社長がありました。そこへ出かけていきます。映画はその出かけていった党の秘密院社長で千代子が捕まるところから始まります。つまりもう結論が出た形で映画の構成をまずしましたね。そしてなんとそれは深谷の、バラス梅酒造の場所をお借りしてですね、撮りました。金がない映画撮りですから、ほとんど大きなセットを作らずにですね、当時の雰囲気が残っている場所を使ってロケーションをやりました。サビダーの皆さんには、大勢エキストラでも出てもらったし、青年諸君も何人も登場して、くださいました。同時に、東京女子大の学長をやる竹下恵子さんも、実は、東京女子大の人文学部卒業生ですので、千代子にとっては後輩です。ですからお願いに行きました。二つ返事で、やりましょうと。で本当はもっとね、長いシーンを撮りたかったんですけども、本人の時間的な都合やらこのお世話はあってですね、わずか1分ぐらいのシーンですけれども、これも深谷商業、旧深谷商業の場所を使ってですね、渋沢栄一の後ですけども、撮りました。そういう意味ではこの映画の一定部分を埼玉の人たちにお世話になり、場所もお世話になるということになりました。こうして千代子たちが新しい瞬間を迎えていくことになります。つまりわずか15日間しか党の活動をしない。でも彼女たちはですね、
等の教育を受けてないわけです。でも自分たちが今までさまざまな形で学んできたものを生かしながらですね、一番まず第一に偽名を名乗ったんですね。捕まった時に糸千代子は何だ、これは長い間謎でした。一昨年ようやくですね、この尋問調書の全体像が我々の手に入ってですね、そこで彼女がとっさにですね、誰に教えられるんじゃないよ、村田和子と述べた。それでね、初めて東京警視庁の高潔野道という特攻課長が3月15日に捕まえた人の名前を全部書き出して、自慢げに書いているわけですよ。その中にね、千代子がないんです。だから長い間ほんまに千代子さん捕まったんかいだというのがね、長い間言われてきたんです。学者の人たちが言われると我々もね、困ったな、名前がないなと。だけどようやくね、村田和子が千代子であることが分かった。こういうようなことがですね、現実にまだ進行してるんですよ。でそれらをみんなこう映画の中に取り込みながらですね、我々はやってきました。そしてそこから彼女にとにかく拷問が始まります。この特効薬を石丸健次郎が、あの山好きの男はですね、よく引き受けたなと思うんですけども、やりました。それで肉肉しげにね、千代子を痛めつけます。で井上さんという女優さん25歳、全くこういう素養のない人ですから、演劇はやったことがあるけど映画の経験は全くないんです。でもね、40人オーディションをやってて、千代子の眼鏡に合う人が誰も出なかったの。もちろんね、那覇の中からね、特に埼玉からはね、黒木華さんにしてくれとかね、それから岐阜の方からかな、蒼井優さんにしようとかね、人によっては、吉永小百合さんまで候補に上がって吉永さんも70近いんでね、ちょっと千代子さん無理だよと、ね、いうようなことだとか、いろいろこのエピソードがありました。で40人目にオーディションに来た彼女を監督が見初めました。彼女をしようと。で私はね、千代子さん演じるには優しすぎると思うかいなという思いはありました。しかし監督はですね、この映画では大事なのはこの反骨の精神だと。反骨の精神のある人がこの睨みつけたり行動しないとですね、この映画はいいものにならないという思いがありましたから、目を見たんですね、彼女の。そしてこの彼女のこの姿を思い浮かべながらですね、彼女は入れました。ところが血合い事法を知らないね、茶碗事法なのか血合い事法なのかも分かんない。それから今の娘さんは正座ができないね、こういうようなところからでやりました。もう私も汗ダクダクでね、社会科の勉強ですよね。天皇さんはそんなに悪く言わないでもいいんじゃないかって質問だから、それはそうなるでしょう、ね、今の天皇、やわな天皇を見ていればですよ、なんであれが悪の根源なのかと、もう分からない、ね、そこで明治維新ってこういうね、不徹底な革命で天皇が残っちゃったと。つまりこの明治憲法のね、絶対悪の天皇が残る、これが悪さやった、これが戦争やった、戦争外に向かって野蛮な戦争をやる、うちに向かって野蛮な弾圧をやったんだと。これが治安維持法になって現れてきてるんだと。そしてその先兵に特攻がいるんだと。だから徹底して痛めつけてくると、それに歯向かっていくんだと、睨みつけていくんだと、こういうことになったわけですよ。そしてやりました。だから石丸健次郎はですね、この不慣れな井上裕子をね、俺が勝手にねじ上げるから、お前は下からね、勝手ににらみ上げろと言って、何度もね、監督がここにいるんだよ自分でやっぱりね、可愛いんだね、演技つけて、そして、映画を取り付けていったね。でこの映画は、千代子の生涯をずっと追っていく形にしませんでした。つまり成長期はうんとカットしてですね、土屋文明に語らせながら、同時に2時間5分の半分を獄中闘争にかけるようにしました。これは日本の映画史上では初めてです、獄中をこんなに長く描くということは。同時にここでは市ヶ谷刑務所、これジョップです。この上にこの間写真が撮られた十字棒の男子の自分の夫の浅野明や水野茂雄など、みんなここにこの 3.1 号で捕まったのが400人近く入ってるわけね。そしてその一番こちら側に木造の
塾があったんです。もともと女性を収容するために作った刑務所でないものですから、急造でやりました。小伝馬牢の木材を持ってきて作ったものですので木造です。ですから映画見てですね、このトヨタは監獄やトヨタ刑務所の感じからすると、そんなに簡単にね、獄中で連絡ができたのかいなというような疑問が出ます。それはね、できたんです。これ入り口が唯一ここです。で、ここが描写で、ここが書信室、手紙を書く部屋です。で、千代子は拷問で立ち上がることができませんでしたから、この描写に担ぎ込まれて、ここでずっと1年半過ごすことになります。入り口一つです、ここ。ここみんな通ります。で、千代子はここに入ってる人は全部顔も名前も知ってましたから、覗き窓から見てですね、つぶやきますね。そうするとここに千代子が入ってくることがわかる。そして相手の声を聞いて誰かもわかる。いう形で、その対策は。最高19人入っていました。で、最初はですね、連絡を取れないように、ここに一般のこの助手を入れてですね、やってました。これがこの塩田文子という野辺太郎と結婚した伊藤千代子の優れた後輩が書いた図ですけれども、このように書いてます。でね、最初に運動場、中庭に出て運動、自己浴するんですね、1日30分。ね、その時に地面に連絡を書くんですよ。で、これは実際にあったんです。浅間さん、ヒーンで殺さると。ね、最初はまだ殺されだったんですよ。自死したことは知らないわけだから。ね、こういうようなことが、この低いで書いていく。監視が気がついて消す、ね。で、これではダメだということになって、この木の根っこにですね、缶を受けて、そこに、塩田文子が入国してくるときに大胆に、着物の根に鉛筆の芯を縫い込んで入ってくるんですよ。で、それをみんなで分けるんです、この初心者でね。そして2センチくらいに切って分けてですね、そして死神にメモを書いて、この缶の中に生けたわけですね。だからこういうことが実際にやれたんです。これこういうことをみんなで考え出した。そのまま中心に彼女がいたわけだ。ね、そして、やがてはこのお隣に来る、ここが病室ですから、ここに原菊江、獄中記を書いた。それから西村を問いようという翌年捕まってくる福岡市、佐賀県出身の活動家が入ってきます。これと連絡を取りながら、そしていろんなことを決めます。そして、刑務所側の暴発に対して抗議をするために、みんなで歌を歌おうと、ね。5月1日命令、5月5日マルクス令、11月7日革命記念日、1月15日ロータールクセンブルク記念日というようにしてですね、団結を誇るために歌われる時の声を上げてですね、行きます。映画の中ではこれは感になりました。もちろん6人が歌うだけでは弱いので、中華商談の皆さんにも借りてバックコーラスを入れてですね、盛り上げるという、まあ、シーン的なものは作りましたけども、こうしてですね、我々は、映画を撮っていくことにしました。そして長田丸の建国攻撃が入ってきます。やはりこれはどの時代でも必ず革新勢力を押さえつけようという試みが出てきます。で、それは共産党で言えば転校という形で出てきます。つまり党の方針を歪めて、あるいは別の派を作ってですね、やるという、まあ、今日でも起こってますな。京都かどっかでですね、やってるのがいますけどもですね、まあ、彼などはですね、多分そうなるだろうと、もう数年前から私は思っていました。つまり、鴨川市、中央委員会辞めて、鴨川失敗に移った時にですね、彼の持っている自衛隊合憲論的な、この意見が目にあって、そして、それを実際には安保条約も容認していくような、ところまで彼がずっと入っその時に入っていってしまうんです。しかしそれをやれば正体が割れちゃうわけですから、別のやり方で共産党の攻撃をやらなくちゃいけない。そこで考えついたのが、この幹部に対する攻撃になって現れてきます。これは昔からの常套手段です。ですからこういったものはあんまりね、見ない方がいい、まあ、ただね、見ない方がいいけれどもですね、もうあれですよ、これはね、7月の東大阪の選挙の時に全国配布された統一教会のビラです。つまりね、彼らの狙いが、ね、共産党とその活動家たち、
そしてそのを支えている人たちと切り離す、この攻撃に今ずっと力を注いでいる。二つ目には共産党と組んで戦いを進めようという立憲野党の切り離しをやってくるという二つの戦略を立ててやってきています。ですから今私たちがこの映画を戦前に戻ってもう一回上映することの意義はですね、ただ単にジェンダー平等の問題だとか女性の連帯とか、あるいはもちろん生き方とか、そういう問題があるけれどもですね、今日の情勢から見たときにこの映画の持っている位置はですね、もうもちろん100年と希望とか、から今で言えば福田村事件だとか教育と愛国だとか素晴らしい映像が出てきているけれども、それに引けを取らずですね、我々はこの劇映画をですね、この平和の基礎体力を作っていく力にしたい。同時に私どもは遠大な計画を持っています。この映画は2025年の4月まで3年間というロングランを全国でやる、全自治体にこの映画を広げる、そしてそこで戦う人たちを励まし、同時に戦う人たちを広げていく、そういう役割を果たさせていただきたいと思っています。いろいろ資料を持ってきておりますので後ほど見ていただきたいと思いますけれども、千代子の時代は残念ながら相方はほぼ全滅、だから映画見た後、やっぱり女性は強いね、男性だらせないねと、まあ、一部ね男性は敵だというこのアンケートもですね、いやアンケートが多いんですよ、多いところで7割少なくとも2割、そして高校生も青年もわずかですけれども感想を寄せています。大人と同じ感想、秩父では7歳のお子さんが感想文を書いて、千代子さんはかわいそうだが、どうして頑張れたんだろうかと言うて感想文を書いてくださいましたね。つまり我々と同じような感覚で映画を見てくださったということで、私非常に感銘深く思っていますけれども、こういった今状況の中で我々は映画をね、今480回以上9万人を超える人たちに広げてまいりました。しかしそれはまだ少ない。例えば日本の青空の時には800回以上50万人の人たちが鑑賞する、でそういう運動の中で救助の会をですね、日本中つつうらうらに作っていく力を作りました。で今日かけられているこの反共攻撃や革新軍団や人民軍団をこの押し返していくためにはですね、我々は今のまだ数では足りない、だから3年間かけてひたむきにやろうということにしています。北海道では、ね、礼文島とか利尻島まで行こうと、ところがね、プロジェクターも何もないんだよ、ところには。半幕もないんだって。それでね、北海道の人たちはカンパニーをかけて100万円作ってね、プロジェクターを買い、プレイヤーを買って、それからスクリーンも買って、それをパンにつけてね、これからずっとつつ、むらむらを回っていくという計画です。こういう運動が今ね、広がってきています。ですから皆さんがこの10月28日に行われる上映会を成功させていただくことでもまた大きなものがある。それは昨年の4月から始まった運動だけれども、早いとか遅いとかね、いう問題ではなくて今日の情勢が求めているからだというように思います。私は最後に今我々の置かれている悲願の力条件から言って、どんなこの国民の中はなっているのかという点を若干資料で、これはね、ロシアのウクライナ侵略の前のデータですので少し古いですけれども、つまり日本人民の中にね、皆さんが永遠として築き上げてきた平和の基礎体力がまだ残っているということを示しています。世界でも戦争が起こったら国のために戦いますか、 13% 日本はね、もちろんベトナムのようにこの祖国防衛戦争をやったところでは別の思いを持ちますから違いますけれども、そして、いいえとノーと答えた人がこれも世界一、ね、しかし同時に分からないと答えた4割近くの人たちがいるということも考えてもらう。これはね、この戦後のずっと運動の中で我々が築き上げてきたものと土台を崩された部分をこの数字は示しています。このここを崩せ、ここをもっといいえとした人を増やさなければならないというのが今の状態じゃないでしょうか。だからそういう意味では
私どもの映画の持つ職員も重要だろうというように思います。最後にちょっと時間の関係で発表申し上げられません。今の青年の状況です。これは皆さんも悩みの種、ねどうやったら青年を結集できるかといろいろ議論をしています。まあ、これはね必ず回答を見つけ出すことができるでしょう。でその前に実態を知ろうということで数字を出しておきました。18歳の青年たち未来見えていません、残念ながら。この下からで4項目目、自分の行動で国や社会を変えられると思うか、4分の1しか回答がない。諸外国の数字と比べて非常に極めて少ない数字だといったが言えます。つまり青年たちは今現状維持、つまりもうどうやったって国は変えられない、ね、一人の、政治家が勝手にいろんなことをやってると、こういう中でですね、何かやったって、ね、それは無駄だというように思っている青年たちが大勢できてきてしまったということが言えると思います。そして同時にこの中ではですね、この自分は社会に責任のある一員だと思うかというような設問とか、さまざまな設問をしています。この比べた6カ国の中での位置を考えたときにですね、今の青年の置かれている困難は大変なものだというように言わざるを得ないと思いますね。でここを我々は突破していかなきゃいけない。その点で言えばこの映画は青年たちにどう生きるかということ、同時に私どもはこの映画の中にメッセージを残しました。つまり人間は動物と違うのは社会に能動的に働きかけて社会を変えていくことができるというのが我々の考え方です。今青年たちはこの立場に立てないで残念ながらいるんです。でここをね我々は突破していかないと次の世代は危うくなるというのが実情でないでしょうか。大成順のあるいは今の社会もう変えられないんだから先はないと、なら体制の中で上手に生きていこうという形の青年たちが生まれてしまいます。その結果数十年先の日本はどうなっていくでしょうか。そのことを考えたときに我々は今ねこの問題に真剣に取り組んでいく、公教育は後退してもう十分な教育が受けられないだけではなくて、自主的に物事を考えて自分で判断して自分で社会に働きかけていく若者たちが日本の中に少なくなってきている。これはおそらくね真面目な資本家であればね将来これでいいだろうかって考えざるを得ないような残酷な事態が今日本に進行しているということが言える。同時にまたこのことは青年たちに働きかけ方によってはここに気がついて、やっぱりそうじゃないでと、俺たちが動物と違うのは動物は環境に順応して生きていく、だから環境が変われば絶滅していくんです。だけど人間は社会に能動的に働きかけて環境を変えて生き抜いていくわけですね。もちろん何十億年という長い歴史の中では人間たりとも生存できているかどうかについてはよくわからない部分があるけれども、少なくとも今人類の歴史のことを紐解いてみればね、そのことが言える。そういう動物なんだということが青年たちに我々は残したね。そして私どもはこの映画の最後にあえて今日この中にある3番目に平林千という千代子のまたいとこを登場させますが、彼女だけは本名で出てきません。平川久美っていう形で出てきます。それは平林千は千代子のこのまたいとこで優れた労働運動の指導をした人です。その人たちを登場させながら、彼女は千代子は15年にはもう死んでしまうわけですけれども、戦後まで生きてもらうことにしてですね、そのために平川久美という別名にして映画の中に登場してもらうことにしました。そして彼女が戦後、憲法ができた時に霧ヶ峰の千代子の墓標に向かってですね、墓参に来て呼びかけます。千代子姉さん、あなたたちが目指した男女平等も戦争も軍国主義も特攻警察を得るのはなくなりました、新しい社会が始まりましたという
この報告を墓標に向かってするシーンをあえて入れさせていただいたのが、これは監督と私どものメッセージ、つまり50年も100年も前に戦いに立ち上がった人たちは、自分たちが目指したものはすぐには実現できなかった。だけれどもそれは戦争の惨禍を経て日本国憲法という世界にも優れたこの憲法として残すことができましたよと、そのことを映画のストーリーの中に最後に入れさせてもらうことにしました。そのために架空の平川文を平和線の延長線上に置くことにいたしました。で、これは私どもが、日本の人民に向かって今さまざまな困難はあってもそこにプロテストしていくことの意味がやがて何十年も先に実現してくることにつながっているんですという我々のメッセージをですね、この映画の中に込めました。ですから若干の感想文で今時100年も前の古いことをやってるのかいという冷やかしも若干ありましたけれどもですね、そうではなくて100年前のことを取り上げることが今日を生きる日本人に明日を生きるこの指針を与えていくことになる。映画はそういうメッセージを明確に中に入れてですね、作ることになりました。まあ、そういう意味ではですね、少し荒削りではありますけれどもですね、私どもは1960年の安保闘争の高揚期に山田の生涯を描いた武器なき戦いが作られて、それが今日も鑑賞されているというこの事実から見てですね、この映画は長い間日本人民を励まし続けていく映画になるだろうし、これに続く映画がですね、これからどんどん作られてくることが求められているだろうというように思います。しかし皆さんも経験したように独立プロの映画は金がない、これ大変なんですね。スタンドランで皆さんも苦い経験をお持ちだというように思いますけれどもですね、しかし我々は必ずこの映画では、制作費を作り出す、もうだいたい9割近くを皆さんの上映再建によって作り出し、そしてそれを通じてさらなる上映を続けることによって必ずプラスにして次の作品が生み出せるようなこんな環境もですね、同時に作ってまいりたいと思っております。ですから皆さんが今一生懸命10月28日の成功に向けていく意味は、ある意味ではこの映画を通じて作り出したこの皆さんの共同の力と、その力に依拠して次の時代へこの歩んでいく我々のですね、歩みを作り出していくことにつながるのではないかというように思います。私も実はですね、理科系の労働者ですから、物を書くのはあんまりうまくないですから、この本はもうあっち行ったりこっち行ったりですね、次から一個の文章になってるししますけれども、まあ今もまだ中国の自責の研究は続いています。100年も経ってもですね、彼女の生涯はまだ分からない部分があります。例えば C さんが述べた飯島君はですね、お父さんが君さんの良き理解者でしたから、彼女の刑務所から届いたさまざまな文書などは全て倉吉さんが保存していました。趣味、今朝死す、5時死すというこの電報などもですね、全てありましたし、刑務所から1週間前に、死ぬ1週間前に、あなたの娘さんは間もなく死にます、ね、C さんがこの怒りを持って報告した、そういった文書などですね、全て君さんの場合には残っておりましたから、私もこの本を編集するときに、泣きながらですね、編集をして、こんなにも資料を残してくれた彼女もね、もっともっと検証してあげたいなという気持ちを持っておりました。本当にね、君さんの場合にはそんな資料がね、刑務所から来ている11回も交流を更新され、つまり彼女が黙秘しているものですから、2ヶ月経つとまた交流更新をしてまた11回やっていくんですね。全然千代子の場合にはまだ初期ですから、少しベラベラと共産党の方針を述べてますけれども、キビさんの時代になるともうね、述べない、黙秘で戦いますのでですね、彼らは彼女から資料を取ることができなくて、そして、
交流を続けていきます。これは君が死んだ時に栃木の刑務所から送られてきた君、今朝5時、シス、あと、フミ、刑務所と、こういうようにした電報、倉石さんはこの日を絶対忘れないという思いで、この電報用紙に日めくりを、その日の日めくりを貼り付けてですね、そして保存されていました。このコンパクトも君の友人がやがて訪ねてきてくれる時があるだろうと、その時に君が寂しくないようにって言って骨壺の中にこれを入れておられたんです。それを山口一生さんがですね、いやそれではね垂れてしまうし朽ちてしまうと、そうじゃなくて未来永劫このコンパクトを残しましょうよと言うて説得してですね、そして中央委員会にこれ寄贈されて今日も残ってるわけですね。これは私が撮った下手くそな写真ですけれどもですね、こんなものをですね、君さんは残しておられます。ですからそういう意味ではですね、伊藤千代子とは違って、自責が全て残っています。千代子さんはほとんど自責が残っていなかったけれどもですね、ようやく今8割方まで彼女の障害が明らかになってきました。これを映画にし広げていくことが我が国の平和と民主主義を守る戦いの一翼を担うことに私どもはなるだろう、しなくてはならない、こんな思いでですね、取り組んできました。映画の素人がこんなことに取り組むのはあんまり良くなかったんですけれども、原作を書いたという立場から私どもはこれに協力をしていくことにします。28日には私も監督も会場へですね、ぜひ駆けつけて手伝いをさせていただくつもりでおります。成功をぜひお願いをしたいと思っております。ありがとうございました。少し長くなってしまって申し訳ございません。恐縮です。せっかく皆さん続き何か質疑を飛んだんで、まあ、ご意見聞いてみたいことがあったらあまり時間ありませんけど、気軽に手を挙げて聞いてみてください。どなたかいらっしゃいませんか。そうですね、これが一つ説明がなかったですね。つまりね、千代子が諏訪で孤立して、抹殺されてちゃう過程ですね。マスコミが果たした役割です。これは南信日々新聞って今の長野日報ですけれども、諏訪では、まあ、取らない人がないぐらい、普及されてた新聞ですね。ここにね、千代子載ってるでしょ、頭明けが載ってるでしょ、石川昭一、つまり中央の佐野学座とか中央の人たちの写真の中に千代子をはめ込んで、そして悪党としてですね、扱ってですね、これで徹底してやっぱり抹殺していくわけですよ。だから諏訪ではもう千代子のことをですね、あの真面目な千代子さんは悪いことをするはずがない、天使様に歯向かうわけがないと思ってた人たちももう口をつぐんで、ずっと戦後も長い間黙っていました。しかしこの中にあるように彼女からの47通の手紙をですね、お嫁に行く時も土蔵を壊す時もしっかり風呂付きに包んでですね、103歳で亡くなるまで持ち続けた方もいたんですね。そしてそのことがこの映画、この原作の中心に座っていると、これが一つ説明が抜けました。それからさらにこの顕彰碑ができて、そして、文明の直筆のこの書がここに飾られているという説明ですので、その点をご説明しておきます。はい、今紹介された著作はあるんですか、販売。はい、今日少し用意をしてきますので、欲しい方、それから、まあ、映画パークなども用意をして、当日もし会場でその書籍を売ることが可能であるならば、我々も下手くそですけど、サインなどもやり、パンフは監督がサインをし、原作の方は私がサインをさせていただいてですね、そして、一定の、これは一冊売っていただくと500円、現地に還元金が入るようになっていますので使って、こちらは200円還元が出るようになっています。ただ、県の実行委員会の方がもし、俺とこが扱うということになると、少し県の実行委員会の取り分も出てくるかなというように思いますので、これから相談をさせていただくということになると思います。
どなたかございますか。どうも、内容ですね。あのさ、はい、あの先生がその彼女の存在を初めて知ったのはいつ。70年3月15日です。70年つまり山岸師匠が赤旗に小編ルポを、はい、品の字という小編ルポを書いたで、彼はその時にね、塩尻の高砂の戦後師匠になったあの旅館に宮本由里子が陣取って、そして塩尻峠を越えて諏訪に入ってきて、そして、下諏訪や岡谷園岡の女工さんたちのグループと懇談をしながらこの文学のサークルを作っていく作業をやりました。その後ずっと帰ってきたんですね。でその仕事が終わった後諏訪の地区委員会に行ってですね、伊藤千代子さんという人が先生いたと思うと、でその人の親族やあるいは若回りをしたいとこのように申し出るんですね。でその時の対応が、あの生意気なんだかというような対応で冷たかったんですよ、非常に残念ながら。ただ私の友人の大塚君というのがですね、文局長をやってて、バイクで新聞配ったもんですから、多分その話だったらあの山際のところで会ったうちの人じゃないかなと思うから行きましょうって言うんでですね、 50cc のバイク違法だけど山岸師匠を積んでですね、それで行くんですよ。で彼はその時の文章の中ではですね、いや私は伊藤千代子について書くつもりはないけれども、いろいろメモをしてきたんで、ぜひねこの機会に調べておきたいと言って今行くわけです。で彼がその時に書くつもりはないですけどとあえて断ったのは、やっぱりその地区委員会の冷たさというものが一部にあってですね、これをそのままやっていいものかどうかという迷いがねあったと思うんですね。で、まあ、学習の友時代に山岸さんと一緒に仕事をした時に、本当はどうだったんだいと、ね、もっとあの時に踏み込んでくれりゃね、俺らももっと早くからね千代さんの実績を気がついて、みんなでこの秋田への力を振り絞って調査できたんだかなって、まあ、言ったんですけれども、まあ、当時の雰囲気としてはあまり、芳しくなかったし、県委会自身も千代子の死因が空襲自殺みたいな表現になっちゃってる、つまり治安情報によって千代子の死因さえも明らかにならないというね、こういうこの複雑な過程にあったということもあって、私どもも我々のところにそんな人がいたのかと、戦後の林弥九郎百佐のね、のまあ、なんて言いますか、前の方を藤森清平と一緒に切り開いた人だと、そしてこの平林千のお母さんは戦後はあれですよね、選挙の度ごとに俺らへの千にお線香をあげるつもりで百佐に一票を入れてくれやつってですね、まあ、このブラックの中に乗って歩くんですね。でこんなようなねこの罪が誰がずっとあって、で山岸はそこに、まあ一つの視点を置きたかったんだけれども、まあ、雰囲気からしてちょっとねあまりまだ歓迎されてないという思いもあってですね、踏みとどまっちゃったと思うんですよ。だから地方委員会がですね80年代から広井信さんをはじめとして、地方たちに焦点を当てて調査をやっていったのは、ある意味では伊藤千代子の復権をする作業だったというように私は思っています。もちろん広井さんに確かめたわけではないけれどもですね、発表してくる過程いろいろ考えたときにですね、初めて千代子の精神にね、まあたどり着くことができたと。で親戚も千代子はこっちに入っていなかったんですよ、雪平つまりお買い物にいる土鍋にね骨が入ってたんですよね。君も無残なこの仕打ちを受けたけれども、千代子さんもね無残な仕打ちを受けたんですよ。でみんな泣きながらねその改装の時に骨をね今のこの中央道の上に改装した時に胸にみんな抱いて、そしてそれを今のお墓に移してくださったんですね。こんなことがあったんです。ですから非常に複雑な過程があって、まあ、やむを得なかったといえばそれまでなんだけれども、血合い状態っていうのはですね、どんなにこの厳しいものだったかということを
私はこのことを見ても物語ってるんじゃないかなっていうふうに思います。もちろん滝島千代子も警視庁国司法によって葬儀法によって葬儀を出すこと自体ができない時代でしたからやむを得なかったという側面はありましょうけれども、それにしても普段無謀に集中を受けた、そのことは千代子の発掘をね遅らせてしまったという、この私どもを含めて食材の気持ちがやっぱり今度の千代子を押し上げる力の一つになっているということは事実です。私の胸の中にもこんなことをそのままにしてね死ねるかという気持ちありましたから、まあいろいろ言われましたけれども、とにかく調査を続行して、まあ、ここまでやれたのは本当にそういう皆さんの粘り強い気持ちがこういったものに結実したというように思っています。はい、お写真を見てもね、とっても特別強そうな人ではなくて、優しい美しい娘さんで素敵だなっていうふうに見てるんですけれども、その娘さんが、自分の命をもあれしても貫き通した、今の私たちの時代ではないもっと大変な時代にそれを貫き通すことができたものって何が彼女をそうさせたのかっていうのは知りたいなって。はあ、そうですね、はい、これはまあね、皆さんもいろいろこれから映画を見ていただいたりしながら探求してほしいのですけども、私は何と言っても彼女が、まず真面目で、そしてしかも向上心のある人だった。しかし親がいないわけだから岩波家の厄介になっていくことはある意味では自立してなかったわけですよね。しかし文明は千代子を隣の高島小学校の代表教員1年生を2年間教えるときに積極的に推薦をしてですね、彼女に教職の道に就かさせて、で彼女はそこで初めて給料をもらって、その2年間の給料を持って英語の勉強をやりたいという一心で、東京の英学術、東京英学術、ちょうど関東大震災の時に彼女は一回春にはもう受験に失敗して9月に2回目の受験に来ていて東京にいたんですよ。でたまたま池袋にいたんでですね、被災しないで、東京の人たちが右往左往するこの無残な姿を見ながらね、なんてこの偉そうにして人たちが逆転しちゃってるんだというようなことも思ったりする、まあ、手紙が残されていますけれども、そういう中で彼女はね次第に自立心を、普通なら岩波家の援助を得てもう裕福ですよ、月40円も今の金額としては40万円ももらうね、送ってくるようなそういう生活ですから裕福だけれども、その2年間の小学校時代に弁当を持ってこれない子どもたちが続出するんですよ。つまりシルク岡谷、シルク平野村、諏訪絶対はこの精神の村々ですよ。娘さんにいれば蔵が立つっていうぐらいこの盛んな時期もあったわけ。ところが横浜の生糸とこの市場が逆転して没落していく、農産物や米の値段が8分の1ぐらいまで落っこってしまう、そうすると食べられなくなる、学校へ弁当を持ってこれなくなる。その時に映画ではそこはあんまり描かなかったけれども、子供たちはね、ほらうち行って昼飯食ってくるぞなっつって帰っていくわけですよ。ところが気がついたらね、1時間昼休み学校の板塀にじっとこううずくまってねやり過ごして、午後何食わぬ顔して修行に入ってくるのを強く分かるんだ。それで彼女はね自分の弁当を持ってきて、弁当持ってこれない児童たちに弁当を分け与えながら、つまり当時のこの教職員、やがて今教労になってこの石化事件で弾圧されていく選手たちもいっぱい周りにいたんだけれども、千代子さんは昼休みほとんど教員室に戻ってこなかった。つまり1年生と一緒にご飯を食べ、
そして語らい励ましていくことをずっとやってたんだね。でそこからこういったね、片方では着るの着物を着てくる、片方ではベッド持ってこれない子供、この矛盾にね向き合っていくんだけど、ね、答えが出ないんです。出ない。で文明は絹を着てくることを禁じるんですよ。でこれはね、諏訪では受けた、必須合憲な寄付がありました、受けた。しかし4年経って松本へ行ってこの方針をやったもんだから失敗しちゃった。松本はやっぱり天下一の都市です。愛新閣楽文の娘川島芳子がお月を連れて馬に乗って学校へ来るわけだから、文明は誰って来るわ、一人で来たかい、歩いて来たかい、ね、こういうことをやるわけだから、これ言ってもそして彼は叩かれて左遷されて行ってしまう。それに奮撃して彼は東京へ戻ってくるわけですけれども、千代子さんはそういう文明の生き方もやっぱり自分の中にね次第にこう醸成させていったでしょう。そしてこの貧しさ、これは柴崎闘争をほとんど読破してるんです彼女は。小学校から諏訪高等時代にだけども答えが出ないんですよ、闘争では。ましてや荒木の諏訪の総帥島木明彦、彼の歌を何本歌ってもですね解決はつかない。そりゃそうでしょう。湖の氷は溶けてなお楽しい、三日月の影波に映ろうなんて諏訪を読んでね、花鳥風月をうまく読む、板月に宝城が鳴いてる春になるかもなんて、ね、歌を作ってね、これが一番いい歌だと言ってるわけだから解決しないわけですよ。そこで彼女はねやっぱりそこを何とかしたいという思いを持って仙台の小慶女学校に行きます。これはプロテスタントの学校ですから自由主義です。ここでね彼女は社会に矛盾がある、そしてその矛盾を解き放す理論もあるということを次第に監督します。私どもが今千代子の基礎的改革を東京女子大ではなくて小慶女学校時代にあったという調査を始めているのはそういうことです。鈴木康造やですね、その他が、仙台二高やその他の生徒たちがですね、この小慶女学校にものすごい影響力を及ぼしていて、彼女はそこで初めてね、社会に矛盾が存在し、この矛盾は解決することができる。解決するためには、戦いと行動が必要だ、理論が必要だということを次第に身につけていくようになる。映画ではそこのところをですね、東京女子大で一緒になった福島出身の三平高校が実は、志賀太鼓と渡辺太鼓、志賀と結婚した太鼓さんが社会科学研究会を持っていますけど、あなたどうですかって言って千代子に問いかけています。その時に千代子はもう十分に理解をしてましたから、あ、社会科学研究会私も入りましょうって言ってですね、積極的に入っていく、そういうのができていたのは、そういう矛盾に対してですね解決する方向を次第に掴み始めていたということが言えると思います。そしてそれを忠実にやっぱり実践しようとしたということにあると思います。したがって彼女の思想的なこの成長をずっと追っていけばですね、まさにそこに行き着くということじゃないかなというふうに思います。この写真はですね多分東京女子大20歳の頃のお見合いに使った写真だと思います。岩波家はもう早くね伊藤家を没交させなきゃいけませんから、彼女にもう婿さんの写真をいっぱい持ってきてですね進めるんです。だけど彼女は自分が目指している方向と結婚とは違うと、まだまだやらなきゃいけないことがあるということを思ってですね、それをみんな断っていましたから、そしてこの写真は父方のもう離縁してしまった父方の お父さんが自分の娘や息子、つまり千代子にとっては異母兄弟に、あなたのお姉さんにこんな立派な人がいましたよということをですね伝えるために保存していた写真だということがだんだん分かってきました。そして今の墓を守っている伊藤家に何も千代子の遺品がないということを知ってですね、この写真を提供したというように、今日では分かってきました。これが唯一の写真という意味ですね。だからそういう意味では彼女自身がですね、やっぱり国旗の努力をしながら、そしてそれに理論的な学習によって、間違いない道を自らの手で掴み出したと
ということが言えるんじゃないかと思います。その努力があったからね、たった15日の共産党員時代ですよ。そして捕まって拷問を受けてですね、普通ならもうへないなしちゃうですよ、我々だったら。でも彼女がね、やっぱり毅然とそこに立ち向かってね、ことができたということじゃないかなっていうように思います。そしてその後の獄中での振る舞いね、自分の病気はさておいて、みんなの状況分かってきますから、誰とさんを早く医者に見せろとかね、薬を要求したり、さまざまな獄中闘争の中心に座っていくことができた。その根底には彼女のヒューマニズムだけではなくてですね、そういうやっぱり彼女がこの過ごしてきたライフヒストリーが操作しているというように思います。はい、ありがとうございました。はい、おい、おい、これから大変なんで。もう一度、拍手をお願いします。ポスターとチラシをぜひ持って帰ってください。はい、また後から行くと思いますけど。